蝶もどきアーゴラスコルゴニソーラルは、魚に寄生する、甲殻類の一つ。日本で最も普通な蝶によく似た別種である。冷水域の魚に寄生する。形態はほぼ蝶と同じである。大きさは、本種の方が一回り大きく、メスは、体長8から12ミリメートル、オスは、やや小さい。頭部と胸部からなる、頭立てはほぼ円形に広がる。 胸部には四体の遊泳士があり、その後には扁平で後端が左右に裂けた形の腹部がある。この腹部が本種では腸より長く大きく先端が尖る。また腹部にある清掃の腹背に黒い反転が多数ある。遊泳士の公園には右上とゲゲがある。ヨーロッパに広く分布する。日本では古くから東京都と近畿地方で知られてきたが、 これはヨーロッパから持ち込んだ魚と共に侵入した移入種との考えがあった。しかしその後四国でも発見されるなど国内での発見が増加し、在来の魚種からの発見などもあり、本種の日本における分布外入によるものとの判断に疑問を呈する向きもある。その過否はともかく現時点で日本にはこの2種が共存しており、 本種は、マス類のような冷水性の淡水魚を宿主とし、蝶は、金魚のような温水性淡水魚を宿主とする。両種が、今後を規制していた例は発見されていない。本種は、蒸気のようにマス類に寄生して発見されることが多い。自然の河川より、養殖地のものから見つかることが多く、また、ニジマスのように遊泳力の強いものより、 岩菜などのように泳ぎの緩やかな種で発見されることが多いという。岡田ほか P504、岡田ほか P504、長沢、池田、長沢、河合、田村、丸山 P34、ありがとうございます。